皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日はやり直し算数小学校6年、分数の割り算、これをやってみたいと思います。やり直し算数というのはすでに学習した内容について大切な部分を確認復習するための動画です。小学校5年生の時にも、分数を整数で割る割り算やったと思いますけれど、6年生では逆数を使って、ね、掛け算に直して計算する方法を、学びました。今日はそれについて、復習してみたいと思います。逆数というのはですね、2つの数を掛け合わせた時、その時その答えが1になる数字の組み合わせのことを言いましたね。具体的には例えば、5分の3の逆数といえば、分母と分子を反対して3分の5にすればよかったんですね。これ掛け合わせたら約分して答え1になりますよね。だから5分の3の逆数は3分の5、3分の5の逆数は5分の3、こんな風に言いますね。さあ、じゃあ復習に入りますが、例の1番ですね、3分の2割る7と、この割られる数はそのままで、割る数、この部分を逆数にして掛け算にしたんですね。割る7というのは割る1分の7のことですから、掛け算にするときにはこの7は掛ける7分の1というふうに変化します。では実際にやってみましょう。3分の2掛け算にすると7分の1になります。そうすると、分母は分母、分子は分子で掛け算しましたから、こんなふうになりましたね。そうすると3721、21が2、答えは21分の2、こういうふうになります。ちょっとこれからあとはここの部分を省略して、ここのところで計算していきますね。7分の3割る3分の2、この場合は7分の3はそのまま後ろの割る数を逆数にします。ですから7分の3はそのままかける3分の2の逆数は2分の3ですね。分母は分母、分子は分子で計算しますので7に14と、サザンが9、答えは14分の9です。さあ、よろしいでしょうか。はい、3問目いってみますね。例題の3番、5分の2割る3分の4、5分の2はそのままですよ。5分の2かける、これ逆数にすると4分の3、分母と分子入れ替わるんですね。はい、ここでちょっと気をつけてくださいね。2と4が約分できますね。約分できるものは式の途中で約分してしまいましょう。2で割って1、2で割って2と、そうすると5に10分の因3が3、10分の3が答えになります。いいですか、わかりますかね。ではあと6題練習問題ありますので一緒にやってみることにしましょう。わかる、こんなものわかるよと、私は大丈夫だよっていう人は一度動画を止めて問題をノートに解いてみてください。そしてその後でもう一度動画を見て答えが合ってるかどうか確認して見るようにしてください。では、練習の丸1からやってみましょう。はい、これを前はそのまま5分の3掛け算にすると後ろが逆数になって9分の10ですね。はい、じゃあ約分できるかどうか調べると5と10、3と9が約分できますので、この式の途中で約分していきます。はい、5と10は5で割りますね。3と9は3で約分ができます。そうすると分母は因3が3、分子は因2が2と、3分の2が答えというわけです。次もいきます。4分の5かける3分の2、前の数
はそのままで、後ろが逆数になりましたね。はい、ここで約分を調べると約分できるのはないので、そのままで C が8、5、3、15、8分の15が答えになります。はい、丸三です。丸三も同じですね、前は8分の3掛け算に変わると後ろの4分の3が逆数になって3分の4。はい、約分できるかどうかを確かめると8と4、3と3、約分できますね。ではここの式の途中で約分しましょう、2と1になりますね。3は1と1ですね。そうすると分母が2、1が2、上は陰1が1、2分の1が答えというわけです。はい、下の段、あと3問いってみましょう。4丸4が7分の6割る5分の9。こういう問題ですね。と、前の7分の6はそのまま、掛け算にして、後ろが約数になって9分の5ですね。はい、約分できるかどうかここで確かめると、6と9は約分できますね。ではここで約分してしまいます。3で約分して、6は2になります。3で約分して、9は3ですね。そうすると答えは、分母は7321と、分子は2510と、そうすると21分の10。はい、5番いきます。5番は、15分の8はそのまま、割り算を掛け算に直すと逆数なので2分の5。はい、これ約分できるかどうか確かめると、斜め同士ちょうど約分できますね。15と5は5で約分ですね。8と2は2で約分ですね。そうすると、分母は3、1が3と、分子は C、1が4と3分の4と、という答えになります。はい、最後、はい、6番です。丸6、はい、いきます。前の部分はそのままですね。10分の9、はい、割るを割り算を掛け算に直すと逆数だから3分の15。はい、ここで約分できるかどうかを確かめると10と15、9と3が約分できることが分かりますので、10と15は5で約分します。9と3は3で約分します。はい、分母は 2×1 で2と、分子はサザンが9と、答えは2分の9ということになります。皆さん思い出してもらえたでしょうかね。この分数同士の割り算、これはまず割られる数、前の数はそのままで、掛け算に直すと、後ろにある分数は逆数になる。逆数というのは、分子と分母を入れ替えればいいんですね。そして計算、普通の掛け算として計算して答えを導き出す、そういうことです。今日はここまでです。どうも今日も見ていただいてありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さよなら。